さっきのあの赤いソースみたいなっていうのはあれ、あ、もうここのお店はそれがスタイルみたいな。和気町に来てます。和気町のね、ちょっとあの民家にね入ったところに今日はお好み焼き屋がねあるということで行ってみようかなと思います。はい、というわけで今回お邪魔させていただくお店がお好み焼きむっちゃんというお店ですね。和気のね富士公園からすぐの場所にあります。お店の感じがこんな感じですね。ね、こちら鉄道の写真がねあるのがちょっとすごい気になりましたね。この上からもねなんかいろいろとあのサンライズとかね貨物列車とか好きなんですかね。いやいいですね。美味しそうな感じであります。というわけで気になるメニューがこちらになりますね。まあいろいろありますね。広島焼きとか焼きそば、関西風モダンとかで、今回気になったのはねイノシシのお好み焼き、ちょっとそちらをね注文いたしました。さっきのあの赤いソースみたいなっていうのはあれですか、なんか韓国の、あ、もうここのお店はそれがスタイルみたいな。あ、
はい、イノシシお好み焼き完成しました。やっと完成しました。いやでもね、いいですね、こういう鉄板の上で焼いてるのを見て、いただくということで、結構ね固めのお好み焼きかなと思います。キャベツもしっかり入っております。それでは早速いただきます。コチュジャンが入ってるということで、結構ねピリ辛な感じで味もしっかりしております。普通のねお好み焼きよりちょっと硬いかなと思いますね。歯ごたえがあるという感じでしょうか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、いや満足です。ありがとうございます。よし、なんかあれですね、ちょっとなんか固めの感じがしたんですよ。そうなんかで、そば、ケイさん、焼きそばでしたっけ。どうでした。美味しかった。美味しかったですか。やっぱちょっとお好み焼きピリ辛でしたね。あ、コチュジャン、ちょっと意外でしたけど、まあでも夏場はすごいいいかなっていうか、面白みがありましたね。もう一軒その前、いろいろ見ながらしてたけど、最初はそのお店にあるんですよ。はい、ビッケン。ああ、お店があったんですか。今もあるけど、はいはいはい、ダイヤのあったね。ああ、じゃあこっち側に移動してきたんですか。独立したい。なるほど。そうで、いや初めて行きました。じゃあケイさんも初めてですか。持ち帰りで前、あ、行った、まあもらったことはある。うーん、なるほど。また僕も行って、また行こうかなと。ありがとうございます。なかなか知る人だと思います。知る人だと思います。はい、ありがとうございます。この動画いつもタグ通った、割れたまたまがたまた、チャンネル登録もよろしく。はい。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません。失礼しました。